西徳次郎から1912年3月13日は、日本の外交官、数密顧門官、薩摩藩出身の男爵。若年の頃は、ロシアの帝都サンクトペテルブルクに留学し、その後は、ロシア、中国両勢力圏に挟まれる中央アジアを調査した経歴を持つ。1886年6月より10年の長きに、 渡って、ロシア公使を務めたロシア通りとして知られた。1897年11月より約1年半外務大臣に任じられ、その間、大韓帝国をめぐる日露関係の調整に努めた。1900年の義和団の乱において1ヶ月半に及ぶ北京路上を経験している。志士は乗馬の選手として1932年の ロサンゼルスオリンピックで金メダリストとなり、後太平洋戦争末期の硫黄島の戦いで、戦没したバロン西こと西武一陸軍大佐である。1847年、父、西東西門勝なり、母、加納広の次男として、鹿児島城下日野口町に生まれた。1868年の母親戦争では、黒田清隆の指揮下で、長岡戦争に参加し、 長岡藩の攻略に従事した。維新後は、改正書、東京大学生徒監督等を経て、明治3年7月よりロシアに留学したが、この時、大久保利道より、ロシア生態取り調べを委託されている。1875年、サンクトペテルブルク大学の法制化を卒業した。1876年3月、フランス公使館に当初君習い。 1878年2月、ロシア公使館に二等書記官として在勤、この年の11月から1880年3月まで代理公使の任にあった。1880年7月から半年間、中央アジアシュベリア、中国の各地を旅した。この時の見聞は、後に報告書、中アジア記事、1886年として陸軍より出版された。 帰国後の1881年6月に、大上官大書記官軍事課勤務兼参謀本部御用係、1882年6月に、大上官大書記官県区内大書記官となる。同月ロシア皇帝アレクサンドル三世の退冠式に、参列するためサンクトペテルブルクを訪問する、アリス川の宮たる人新王に随行した。百八十六年六月、 中路講師に任命されて、ロト・サンクト・ペテルブルクに赴任、以後10年以上にわたってその職にあった。1894年から1895年に、かけての日清戦争とその後の三国干渉では、ロシア帝国の情報収集に尽力した。西は、三国干渉の数ヶ月前から、ロシアの動きを察知して、それを、ムツムネミツ外相に報告し、道の句をうならせたという。 下関条約に先立つ講和条件に関する意見では中英講師の青木修造が政教書及び吉林直令領省の一部を活用させて将来的な日本の軍事的根拠地をそこに建設し賞金は英下1億ポンドとすべきことを主張したのに対し西はロシアを刺激することになる領土要求よりもむしろ賞金を優先すべきという考えであり 領土活動は、多額の賞金の担保という名目で行った方が、ロシアなどからの干渉を極力排除できると説いっている。また、1896年5月には、ニコライ2世の戴冠式に参列するため、特命全権大使として、ロシアに赴いた山形有友を助け、6月9日には、山形、ロバノフ協定の締結に貢献した。 1897年3月に、枢密院顧問官に任命されたが、同年11月6日、第2次、松方正義内閣の外務大臣に任じられ、続く、第3次、伊藤博文内閣でも外務大臣を務めた。1898年4月25日、大韓帝国をめぐる問題に関連して、西、老前協定に調印し、 日本の朝鮮半島への経済進出を、帝政ロシアに認めさせた。同年10月、中心講師となり1900年の義和団の乱では、北京牢城戦を経験した。講師館に日本人居留者を隔まい、敵の襲撃から守った。福島康政率いる日本軍が到着すると、講師館を飛び出し、自ら陣頭指揮にあたって、戦果を上げたと伝わる。 1901年11月、数密顧問館に再任された。1912年3月13日、死去。墓地は、東京都港区の青山霊園に所在する。西徳次郎。ありがとうございます。